ベックリーは、アメリカ合衆国ウェストバージニア州南部ローリー郡に位置する都市であり、同郡の郡庁所在地でもある。1838年4月4日に設立された。ベックリーの名前は、アメリカ合衆国会員の初代事務官であり、連邦議会図書館の初代司書だった、ジョン・ジェームズ・ベックリーにちなんで名付けられた。その息子、アルフレッド・ベックリーは、ワシントン DC で生まれ、 アメリカ陸軍の将軍、アメリカ連合国民兵隊指揮官であり、ベックリーの町を設立した。ベックリーは1838年に設立されたが、当時は紙の上のみで存在していた。アルフレッドベックリーは、紙の町をしばしば冷やかし、笑っていたと言っていた。その歴史の初期で、町はベックリービルあるいはローリーコートハウスと呼ばれていた。1850年。 軍を創設する方で、ベックリービルの街を軍庁所在地にした。街は、煙のない石炭の首都と呼ばれたこともあった。また、チャンピオンの都市とか、南部ウェストバージニア州への入り口とも呼ばれた。ベックリーは、アメリカ合衆国発の街のアンテナテレビ放送システムができ。それが、ケーブルテレビの前身となった。1960年民主党指備選挙の時、 競い合っていたジョンカイ・ケネディとヒューバート・エイチ・ハン・フリーの自動車が同時にベックリーの街角で止まった。二人は互いを認め合って車を降り、短時間断笑した。ベックリー氏は北緯37度46分47秒整形81度10分59秒、北緯37.779764度整形81.183193度、 37.779764-81.183193に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は9.50平方マイルであり、このうち陸地9.49平方マイル、水域は0.01平方マイルで、水域率は0.12%である。ベックリーは、比較的標高が高いゆえに、 西岸海洋性気候あるいは、湿潤大陸性気候に分類される。また農務省の植物体幹性区分では6バイトと 7A の境目にある。夏は暖かく湿気ており、通常州内の定地よりも数度涼しい。日中の気温が、下市90度を超えるのは、年間数日に過ぎない。冬は、外して寒く時として、雪が降る。暖かい時期もあれば、夜に、 過脂10度以下になることもある。気温は1月の過脂31.1度から7月の過脂86.4度まで変化する。降雪量は年によって変化するが、1シーズン平均は61.4インチであり、12月から3月に降るのが通常だが、11月に2ないし3インチ降ることもある。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ベックリー市には大学が2つある。チャールストン大学、ベックリーコートコンコード大学分校である。他にニューリーバーコミュニティ技術カレッジもある。非営利、無宗派のアパラチアンバイブルカレッジが地域のすぐ外、ブラッドリーの中にある。ベックリー市は南ウェストバージニア州州民10万人以上にとって、 地域のハブになっている。ウェストバージニア州では人口で第8位の都市であり、第7位は北部のフェアモント市、第9位は東部のマーティンズバーグ市である。アムトラックの旅客列車カーディナル号プリンス駅でアムトラックがニューヨーク市ペンシルベニア駅とシカゴシユニオン駅の間で週3往復長距離旅客列車のカーディナル号を走らせており、ベックリーでは プリンス駅に停車する。この列車が途中で止まる主な駅はフィラデルフィア、ワシントン DC、シャーロッツビル、チャールストン、シンシナティ、インディアナポリスである。ベックリーの近郊で唯一の空港がベックリーローリー軍記念空港である。この空港からバイオターでシャーロットに商業便が運行されている。ベックリーの観光地としてはベックリー展示用炭鉱とタマラックがある。 展示用炭鉱は保存されている炭鉱であり、毎日ツアーがあり、アパラチア山脈での石炭採掘の歴史について授業もある。タマラックはアパラチア山脈の美術と工芸品を展示する場所であり、1996年に1000万ドルをかけて建設され、元州知事のガストン・ケイパートンが除幕した。ありがとうございます。